英史朝鮮、英史朝鮮、英史朝鮮紀元前195年、紀元前108年は、その実在について、論争のない朝鮮半島の最初の国家である。中国のツバメに羊を持つ、中国人亡命者である、英万、四季及び、漢助には、なのみ、万と記す、生を、英いと記すのは2世紀頃に書かれた、王府の千夫論以降が、 今の朝鮮半島北部に建国した。英子朝鮮という名は、後世、岸朝鮮や李氏朝鮮と区別するための便宜上の名である。式は単に朝鮮と呼ぶが、この名も、当時すでに国名が不明になっていたのでしばせんが、地名を仮表現したまでで、彼らが自称した国名ではない。三代続いたというが二代目の王の名は不明である。初代の英満も、 最後の英雄虚も、英という姓は後世になってからの情報で、四季には単に、万、右巨としかない。英氏朝鮮の他の貴族たちの場合は、生命がはっきりしているので、これらは、のではなく官職名とも考えられる。四季の年表では、右巨の息子の長、英長公を長老としており、これが正しければ、王家の姓は、英氏ではなく、長子だったことになる。 英氏朝鮮の国家組織は中国全館の制度をとにしてある程度整っていたらしく、朝鮮王の元に、比叡王、大使がおり、大部、大臣、宋、将軍が合議して国家運営にあたり、博士なども任命された。宋の中には、朝鮮省と、似谷省がいたので他の、宋も、宋の略称と思われる。合議メンバー人組の朝鮮省人、朝鮮省、 半影、二谷愛さん、将軍王の四人の蘇生から、道人と半影は朝鮮将で、王は朝鮮の将軍であり、政治と軍事を分担していた。半影と王は王、関の聖師から中国からの亡命者あるいは中国からの亡命者ゆかりの人物であり、道人も中国からの亡命者あるいは中国からの亡命者ゆかりの人物だった。三は、 一人だけ生死を持たず、朝鮮省ではなく、在地の根拠地の二ニ谷ニの、そうであり、英氏朝鮮はこれら含めながら、緩やかに連携した、連合国家だった。朝鮮半島では、中国から朝鮮半島西岸を経由して、日本列島へ至る、交易路沿いに、佳境商人の寄港地が都市へと成長していく現象が、見られた。紀元前334年の段階で、 ツバメはすでに、朝鮮、朝鮮半島北部を領有していた。紀元前284年、ツバメは、自国内に軍政を設け、上谷から両島までを五軍とし、東港を防ぐためその北に、東西に千里の頂上を築ったが、式によれば、この頃、縁の前世紀、朝鮮は、縁の敗下に入った、朝鮮と新番、朝鮮半島南部を、略属させ、 幼稚には鳥を築き管理を駐在させた。また、中国商人の権益を保護していた。新代、ツバメが真に滅ぼされて、あとは旗の俗領となり、縁の時代に築かれた、朝鮮、マバンの鳥は二つだけ残して廃されたが、両東軍の保護下にあった。新末、紀元前209年、陳正五皇の乱が起こると、中国全土は大混乱となり、縁国は、 ハンヒ広氏を王として、再び独立を成し遂げた。紀元前206年、旗が滅ぶと、天下の覇権を握った皇儀によって、蔵太が縁王に建てられハンヒ広氏は、両党王に左遷された。ここで、ツバメは、両賀を挟んで、東西二つの国に分かれたことになる。その年のうちに、蔵太は、ハンヒ広氏を攻め、両党を併合して、縁全体の王となった。 式によれば、前漢の皇祖の時代の紀元前202年、猿王、蔵太は反乱を起こして処刑され、代わってロアンを猿王に封じたが、紀元前197年にロアンが漢に背いて郷土に亡命すると、劉剣を形式的な猿王に封じたが実態は、両党軍を含む燕の丘陵を直轄化した。その際、身の危険が迫った。 エンジンのエーマンはミナリを現地風に変えて水、現在の王力高を、とか、千人余りの徒党と共に、朝鮮に亡命した。早速エーマンは、我ら亡命者が朝鮮を守ると、岸朝鮮王の純王に取り入り、朝鮮西部に亡命者コロニーを作った。はた、韓の混乱期以来、この亡命者コロニーに逃げ込んだ、中国人は、数万人に上っていた。さらにエーマンは、 聖、朝からの亡命者を誘い入れ、亡命者コロニーの指導者となり、朝鮮を乗っ取る機会を腰た々んたんと伺い、ある時、エーマンは芝居を打った。全艦が攻めてきたと詐称して、純王を守るという口実で王都に乗り込んだのである。その時、純王はエーマンに応戦したが、ラ略は、純は、万と戦ったが、勝負にならなかったと戦況を記した。芝居が現実となり、 昨日の亡命者は今日の朝鮮王となる。それは亡命してから朝鮮王になるまで一年内外の出来事である。エーマンは中国人、エン、正の亡命者と原住民の連合政権を樹立、王建城、平壌を首都として大いにつき、エーマン朝鮮を建国した。三国史、儀略及び五官所によると、全館建国当時の朝鮮は、 士の子孫が大々朝鮮法として治めていた岸朝鮮が後に朝鮮王を戦勝するようになり、三、一氏の代に至り亡命者、エーマンの手により王権を奪われ、三人氏は暫定を率いて南方の馬官の地を攻略しそこで官王となった。漢の両党大使は皇帝の最下を得てこの政権を承認したため、 エーマンは自分の支配地域と関との交易を独占することになり、財物と兵器を蓄えて強大化した。その勢力権は平安北道を除く朝鮮半島のほぼ全域と中国東北地方を含み、数千里四方に及んだ。三連して、孫の英雄虚に至る。関は英雄虚が一度も呼び出しに応じない、周辺諸国を規制していることを質問したが、 それでも英雄巨は、菅の意に従わず、武帝は朝鮮を起伏させるために、紀元前109年、紀元前108年遠征を行う。しかし、実は武帝が朝鮮に遠征したのは強度を牽制するためとも言われ、前菅が英氏朝鮮を滅ぼしたとき、これを強度の左肘を断ったとする表があり、杉山正明は菅の武帝が英氏朝鮮を征服した理由として、 英氏朝鮮が、韓より、郷土の支配下にあり、その傍傷として、郷土の、左剣王、右剣王様が5世紀のくだらにおいてもなを、使用されている事実を挙げている。韓が朝鮮へ侵攻してくると、合議メンバーの朝鮮将路人、朝鮮将、半影、二谷愛さん、将軍王の4人ち亡命者あるいは、亡命者ゆかり人物の道人、半影、王、 は英雄郷を残したまま降伏した。三だけは降戦するが、翌年栄誉郷を四角に殺させ、降伏した。英雄郷殺害後も大臣らが降戦していたが、前官は、すでに降伏していた英雄郷のこの栄長公と、道人のこの歳を差し向け、大臣を殺して降伏させた。英氏朝鮮は滅ぼされ、こちには、落郎軍、新番軍、林東軍、玄都軍の男四軍が置かれ、 漢の領土となった。四季、朝鮮伝は、ついに、朝鮮を定め、四軍となすと記した。四季、後部本義には、朝鮮を打つとある。伝統的な朝鮮の史学では、中国人起源の英史朝鮮は重視されなかった。李氏朝鮮中期の実学者は、英史朝鮮は、四季、朝鮮伝に、朝鮮王満者、古エンジンなりとあるように、エンジン、 中国人の亡命者が党を散脱した、山賊の支配した国家として、政党から除外した。また、朝鮮民族主義歴史学を確立したサルサイ、ヒロシの主観では、中国の援王の部下エーマンの支配した英氏朝鮮と、続く男四軍による支配を承知し、サルサイ、ヒロシは、漢人の支配が朝鮮に及んだとしても、朝鮮の国土のごく一部に及んだに過ぎないと主張した。 現代の韓国や北朝鮮のナショナリストは、朝鮮史における最初の国家が中国、エンジンであるエマンによって建国された中国系の国家であるとすれば、朝鮮の歴史が中国の支配から始まったことにいるので、エーマンの姓をエイと記すのは2世紀頃に書かれた王府のセンオットロン以降であるとし、さらにエーマンが朝鮮に入国する際に朝鮮の服を着ていたことから、 エーマンはもともとは古朝鮮出身でツバメに移住して、園で暮らしていた朝鮮人と劣造している。朝鮮市の物体である朝鮮半島が中国大陸と直接に領土を接しているため、朝鮮市は中国情勢の影響を受けるが、中国人の朝鮮半島への流入、中国による朝鮮半島支配など、中国による朝鮮市への関与、 教科書に論述することを認めたくないため、英英ンを、エンジ人ン、中国人を教科書に論述するかは、教科書執筆者にとって難問であった。古朝鮮とは、14世紀以後の李氏の朝鮮王朝に、対して呼ぶもので、段ン,ン朝鮮、岸朝鮮、英氏朝鮮をまとめた古称である。ただし、段ン,ン朝鮮、岸朝鮮は、神話伝説の時代であり、 具体的な歴史事実は明らかではない。その点で言えば、英史朝鮮から歴史が始まることになるというような理解が通説である。しかし、韓国の教科書の高等、国史には、古朝鮮は紀元前2333年に成立し、その支配は中国領令から朝鮮半島まで及んでいたと記述され、古朝鮮の根拠を美和型道剣の分布に求めて、 古朝鮮建国の根拠として、ダンクン神話を紹介している。このようにダンクン朝鮮が、小学、社会に記載されている対して、朝鮮最初の国家である英史朝鮮に関する記載が、なく、中学、国史以後論述されているように、ダンクン朝鮮の方が、英史朝鮮よりも学習上重要視されている。高校、国史では、 英ンが中国から朝鮮に来た人物としつつも、学習の手助け英ン朝鮮の意味という項目では、英ンが朝鮮の服を着ていたこと、国語を朝鮮にしたこと、土着民が政権の中枢に存在したことをわざわざ論述する。服装や国語、土着民の存在など、朝鮮系要素が強調されていて、小学、社会において、 ダンクン朝鮮についての記述が見えるものの、エーマンに関する記述がないのはエーマンが中国、エンジンだからである。40年代 -60 年代にかけて、蔡南前が執筆した教科書は、エーマンは本来朝鮮人であったが、ツバメに居住していて、再度朝鮮に戻るようになったと記述している。エーマンを朝鮮人に偽装することで、英氏朝鮮を 教科書に位置付けようとする。60年代になると、エ a マンが中国、エンジンであることを完全には否定しないが、教科書にエ a マンの出自を中国、エンジンと具体的に記さない記述が見えてくる。90年代に編纂された国士編纂委員会高校、国史中ではエ a マンが朝鮮に入国する際に曲げオユい、朝鮮の服を着ていたことから、 エーエーマンを朝鮮人と推定している。これらは四十年代六十年代の際、南前の主張と告示している。教科書におけるエマン、A 氏朝鮮に関する記述は、ダン,クンダンクン朝鮮に関する記述に比して全体的に少ない。このことは教科書執筆者たちが事実上マンを朝鮮人に偽装することができな、片言を示唆している。 エーマンは、エンジン、朝鮮に亡命したと記す。エーマンイコール朝鮮人で、縁国に居住していた人物と記す。エーマンが、エンジンであることは記さない。エーマンが、エンジンであることは記さない。エーマンが、エンジンであることは記さない。A、エーマン,ン、A、が、エンジンであることは記さない。直接的な表現ではないが、エーマンを、エンジンとする。 A マン,ン A マンがエンジンであることは記さない。A 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 マンの出自を中国人、エンジンと明確に記さない。A マンイコール朝鮮人で、遠国に居住していた人物と記す。当然のことながら、北朝鮮ナショナリストも A マンを朝鮮人と偽装しており、 朝鮮総連機関士、朝鮮新報において、歴史評論家の僕春日は、その昔、古朝鮮に、ギーミツル、ウィマンという人物がいて、縁の国が兄弟になるとそこへ移り、縁が強度に圧迫されると、再び古朝鮮へ戻ったりした。ギーミツルは古朝鮮の順王に取り入って、信任を得ると、機会を狙って、政変を起こし、順王を追放して、王座を奪った。 そこで南方へ逃れた純王は、藩という国で王になった。と記している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。